で11レース準決勝1着で勝ち上げました青森の新山選手です。チェックおめでとうございます。ありがとうございます。今日は後ろ中段からになりましたけども、作戦はどういったものがありましたでしょうか。まあ初手の位置がどうなるかちょっと予測できなかったので、まあ、どこからでも行けるような作戦はいろいろ考えてます。で今回の寺崎選手が突っ張って出させるっていうのも作戦の中には入っていったところですか。そうですね、あそこを、まあ、スパーリに来るかなと思いましたけど僕は出してくれたので、まあ、そこは落ち着いて判断できたかなと思います。まずはペースを自分のペースで踏み切れたっていう感じでしょうか。でそうですね、あのペースも1回落としましたしうまくみんなペースにはめたかなと思います。ご自身、まあ、今日先行して押し切ったって形になりますけども、まあ、この3走を通して状態はいかがでしょうか。どうですかね、なんか、まあ、疲れはありますけど明日は回ってる方だと思います。やっぱり暑さの影響ありますか。あります、まあ、でも今日は昨日より涼しかったような感じなんで、昨日が特にやばかったですね。竹内選手も一緒に上がったっていうのは大きいですかね。いやでかいですね、竹内さんのおかげなんで。この後はセッティング目を見直したりもしくはケア中心っていうのはありますでしょうか。いや、まあ、映像を見直して少し後半のフォームが崩れてたので、まあ、そこ修正して、はい、また明日に向けてケアします。わかりました。では決勝に向けて最後に意気込みをお願いします。明日も優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。